ん？メイさん？あら、ごめんなさい。さっきはぼんやりしていて。私も見かけたわ。まだ初々しくて純粋だったあの頃が懐かしい。ええ、面白いことはすべて記録しておく。エリらしいわね。ん？ああ、そうではないのよ、メイさん。どう話せばいいのかしら。初めて見た時から、ここがエリの場所だと確信していたの。作曲家に作風があるように、ここにあるすべてはエリのように楽しくて純粋だわ。それは、メイさんが律者をどう定義するかによるわ。メイさんと違って、私たちの時代では、律者になると人類を敵に回してしまうの。でも、エリはそうではなかったわ。彼女は私たちの敵ではなかった。人のために戦ってくれた戦士で、英傑たちを集めてくれた、唯一の人。そして、私にとっては、かけがえのない友よ。エリはエリなの。私からすれば、彼女はずっと人を引きつけ、誰もが感心してしまう少女。ただ、第十三律者は、どちらかといえば、彼女が自分のために準備した花嫁衣装みたいなものかしら。そうね。そのあたりは、エリ本人が直接伝えたい話になると思うわ。エリも、メイさんにはもっと知ってほしいと思っているはず。彼女はきっと、あなた自身で全てを感じ取ってほしいのよ。何せ、あなたは彼女の心の中を歩いている。メイさんならきっと、奥底にしまった感情を覗けるわ。エリをフォローしすぎてしまったかしら。じゃあ、よかったらここで失礼するわね。もう一人、会いたい友がいるのよ。